新井の花トンネル南口井の花道路は、香川県三豊市と徳島県三吉市を結ぶ、国道32号のバイパス道路である。現在は、国道32号の一部となっている。国道32号香川、徳島県境の井の花峠区間は、道路線形の不良箇所が、多くが28箇所、7%の急行牧区間が2箇所、また、約1 1トルの間に51箇所の、 災害危険箇所が存在するため、大雨や大雪等の異常気象があると全面通行止めとなる事前通行規制区間になっており、異常気象時には約400世帯1000人が孤立していた。井の花道路はこの事前通行規制区間の解消や、線形不良の解消による安全な交通の確保、旅行時間の短縮による香川、徳島交流促進等を目的として、香川県側は、 国土交通省四国地方整備局香川河川国道事務所徳島県側は徳島河川国道事務所により整備された。井の花道路には歩道が設置されていない。そのため入り口には自転車、歩行者は急道を通るように求める警告板が設置されている。令和2年四国地方整備局告示第117号。再評価結果四国地方整備局 2020年11月17日閲覧。国道32号ろは花道路令和2年12月13日に開通。国土交通省四国地方整備局徳島河川、国道事務所、香川河川国道事務所。2020年10月22日閲覧。ありがとうございます。